宇宙性転換した点の結論は、まあ、それに対してどういう複雑な感じを持ってるのかね、っていうのがあって、まあ、何よりもその生殖器、要するに性器の手術を、それに対して施して、一応一応男性にしてしまった天皇家って、やっぱ性的な何か、盗作とか、生殖行為とか、あるいは人間の生殖能力に関して、なんかその非常に複雑な感情を持ってるんでしょうね。それはそうかもしれないけどね。だから、うちに対してなんか意趣返ししてるんやろね。で、何もかも滅ぼそうとしてるんでしょ。まあ、とりあえず神主やで、うち本当に。な。だから、例えば天皇家がそういううちに対して性的盗作を抱いてるとしたら、うちに対して当然ストーカー行為してくる人、一つやんね。性転換ちゃん。もし、性転換して、うちのことをね。で、ああ、やった、すっかり気が済んだ。ああ、スカッとしたらやるやれって。どっか行く方がちょっとおかしいし、悪いやつでしょ。いつまでも、性的ななんか、劣等感とか、性的盗作をうちに対して抱いてるって考えるのが自然やんか、天皇家の心理を分析するの。じゃあ、やっぱり今でもうちに対してストーカー行為というのを続けてる可能性はあるよね。だけどそう、まあ他の家の人たちもね、例えばマリコさんのお嬢さんとかもね、えら若い頃に写真貼り付けて、天皇家はずっとマリコとマリコの娘である田原さんをね、ストーカーしてたっておっしゃってたけど、それだとそうかもしれないね。マリコっていうのはさっき言ったように、うちが生まれる前のうちの卵子やから、それ狙ってたんだよね。それやった天皇家。でしょ？実に怪しいね、そういうふうにちゃんと情報をもとに分析したら、あるいは打ち出されたことをもとに解析したら。でもね、その田原家に対するストーカーは立件されなかったかもしれない。うやむやにされたでしょ。でもいくらのうちに対するストーカーはな、立場考えてもな、身分考えてもな、天皇家これ裁かれるで。な。天皇家は絶対うちに対するストーカー行為を立件されてしまうんちゃう？うちはそんな気するわ。